クレジットカードの入会キャンペーンの特典をめぐり、消費者庁がイオン銀行に対し再発防止命令を出しました。イオン銀行は去年7月から9月までクレジットカードに新規入会すれば最大 20% のキャッシュバックが受けられるというキャンペーンを行っていました。しかし公共料金の支払いなどは特典の対象外でしたが、イオン銀行はキャンペーンの広告で条件を分かりやすく表示していませんでした。消費者庁はこうした広告が景品表示法違反に当たるとしてイオン銀行に再発防止を命じました。イオン銀行は措置命令を厳粛に受け止め、広告表記の社内審査などにより徹底して取り組むとしています。